どうも皆さんこんにちは。あ、こんばんはか、夜だから。ま、ノースイグルです。今まあシルバーウィークなので、父の実家の十勝に来てます。で、まあ自分鉄道とかエレベーターとか好きなんですけど、エレベーターずっと撮っててもやっぱり疲れっていうのが出るんですよ。まあそういう時は走行動画出したり、日常動画的なものを出したりとかしてます。で、今日はまあ新企画なんですけど、まあ無人駅に来ました。十勝の稲標津駅なんですけど、まあ、今夜の6時過ぎて、もう本当暗くなりましたね。本当9月だから。で、本当暗くてこれ見えにくいので、この携帯のこのライト、これを頼りにしてちょっと行ってみたいと思います。まあ、このスロープなんですけど、まあ、木でできてます。本当にそう、古いです。まあ本当これ周り何もありません。これ家が数軒あるだけです。で、普通列車もこれ一部の列車しか止まらなくて、ほぼほとんど通過しちゃうんです、これ。で、これ時刻表、暗くて見えないんですけど、あ、ライト結構頼りになるな、これ。朝の7時8時に電車があって、それから6時間後は電車一本も止まんなくなってます。で、それから最終が6時27分。あ、じゃあもう少ししたら止まるんだな。今多分6時15分くらいだから。で、まあ、これ、切符の運賃表です、これ。新得1070円、ガキが530円っていう感じになっていて、まあ、これ、十勝管内の駅しか出てないですね。あ、首都方面の終点の駅って知らぬかなんだ。知らなかった。まあ、という感じです。でも、なんかこんなのも書いてあって、全列車とかなんか書いてます。で、こっちになんか変なスピーカーみたいのありますけど、多分列車接近警報器だと思います。多分まあ電車来た時には多分カン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 なるんでしょう。で、まあ稲標ですね、これ。で、ちょっと奥の方をちょっと行ってみたいと思います。で、これ木の板なので本当にちょっと古いです。本当電車通過する時とかちょっと揺れそうですね、これ。で、こっちの看板には、滝川方面の乗降口って書いてて、なんかこれが意味不明な目印です。で、奥にあるのがミラーですね。まあ、ちゃんと見えるように、無人駅の、本当に秘境駅の割には、しっかり作られてんですね。お、犬が吠えた、怖え。こういう田舎の飼ってる犬って、あんまり管理してないからな。俺、犬嫌いだから。じゃあそのまま奥の方に歩いてみたいと思います。まあ、こちらが釧路方面の乗降口になっていて、こっちにもミラーがあります。で、こっち見たらなんか変な印あります。まあ、だいたい駅のホームの紹介はだいたいこれくらいなので、まあ、下の方でも行きますか。実はこの駅なんですけど、昔は古い待合室があったんですけど、まあ、2年前くらいかな、それくらいに除去されて、今は何にもないんですよ。まあ、ご覧の通り、これ何にもありません。で、奥の方に簡易トイレもあったんですけど、それも壊されてます。で、まあ、ここの駅を訪れたのは約2年ぶりで、まあ、昔、まあ、この待合室の中に入った時は本当にボロ臭い小屋で、もう椅子とかもあったんですけど、汚くて本当に座れなかったです。で、ゴミ箱もなんか知らない人の靴とか食べかけのパンとかあって、不気味さを感じましたね。で、待合室の天井はすっごいや、もうぼっかり穴開いてて、真ん中に電球があるだけなんですけど、そのスイッチもなんかすごい古くて、まあ、ちゃんとスイッチ入れたらちゃんと電球ついたんですけど、電球の色は本当に赤の色だったら、俺本当に夜になったらすごい怖いです。で、まあトイレはまあなんとかまあ覚悟して開けたんですけど、何もありませんでした。ただの穴で作られたトイレでした。まあ、これでだいたい駅の紹介終わります。また機会があったらこういうの撮りたいと思います。では、さようなら。